さあやってきました、白馬のスキー場。雪山を見るのは久しぶり。しかしそこに来てテイスティングしようとしてるのがこのマシン。ダン、来た、燃えるな。車両は KTM、 しかし後ろに何やら違うものがついてるぞ。これはもしや、これはもしや、私の心をかきたてる。なんだこれは、なんだ。車両は KTM の2ストローク、排気量は300か、はい、KTM の300の後ろに作るのはキャタピラか。男の乗り物だ。これ車両名前なんて言うんですかね。車両名前です、ね、ホースなのかな。スノーバイクとかって呼んでるんですけど、あんまりメーカーはティンバースレッドっていうメーカー。ティンバースレッドっていうメーカー。ティンバースレッドが一番有名なとこでしたっけ。一番初めに作ったんですよね。あ、はい、なるほど。ただこう呼び名が決まってないぐらいこう、はい、まだ日本にあんまちゃんと浸透して定着してない、はいはい、北海道とか結構あるんです。そうです、北海道代理店があるんですよね。そんなマシンを今日はテイスティングできるのか。車重どんくらいになるんですかね。車重大体100キロぐらいって言ってましたね。あ、100キロぐらい。はい、この後ろだけで100キロじゃなくて全体で、全体で100キロか。フロントのスキーの板は1枚の広いやつ、さすがにここはスノーモービルとは違って1枚になるので、ある程度バンクをするんですかね。そうですね。あ、バンクします、やっぱりですよね。相当倒します、ね、あ、倒、いや、それは面白そうだな。やばい、バンクする乗り物だ。一人で動かすのはさすがに大変だ。二人ながらですね、一人でも倒れないようにするのね。そうなってんだ。そうなんです、倒れない。自立すばする。いいところで、いいです、いいところで、いいところで自立。倒れる時には普通に倒れちゃう。長いですね。全長は普通のバイクの2倍ぐらいになっちゃう。いや、2倍ってことはね、3メートル10ぐらいになる。 1.5 倍ぐらいの長さ。ガチャさん、これは取り付けは自分でやったんですか。これね、取り付けは1回目はやってもらったんですけど、なんとかできるようになりました。へぇ。これはもしかしたら KTM じゃなくてもついちゃう。え、 KTM じゃなくてもついちゃう。何でもつきます。あ、やっぱり何でもつくんだ。後ろにくっつけて、フロントは普通にフロントフォークに対してあれがつくな。でフロントフォークブーツに、雪がですね積もってオイルシールを切らないようにブーツがついてる。燃える乗り物だな。ちょっとワクワクしますね。ちょっとワクワクしますね。ワクワクするけど、まあいまいちこうバンクできるっていうことは転べるっていうことだからな。若干注意しない、ね、若干注意しないと。こけても安心。周りは柔らかいです。今日はもうスキー場はもう開放してないので、うまく今日は乗っても大丈夫というコメントをいただいての試乗。スキー場が春営業になって向こうだけになってるんですね、はい、なるほど。奥のあのゴンドラ動いてる、はいはいはい、こっちのチャンピオン側は、はい、使ってない、はい、あの圧雪車っていうのがあるんですけど、はい、あれに当たらないように気をつけてねと言われましたね、はい、今日は圧雪車の邪魔をしないで、乗っていいよということで、当然のようにエンジンはキック、なんとか今バランス取って立ってるだけなんですけどね。さあキックイッ、なるほど。とりあえずバイクのような、バイクでないような雰囲気ですね、とりあえず普通に行きましたね。これ歩くの大変。
おお、なるほど。綺麗に撮れましたね。すげえな。あんなジャンプできねえな。さあ、一応ですね、初めてのテストライド、そして、まあ、KTM は何度も乗ってはいるんですが、スノー、まあ、キャタピラ？キャタピラはちょっと燃えるな。そして、一応バランスものであるという話で、うわお、ステアリング、どうしたらいいんだ、本当に。まずはその重さに慣れていた、ね、まさかここで立ちこけ。ないあります。ある。これギアブレーキがなんと、フロントにくっついてるマスターシリンダーがあれこっちの、これなんだ、あ、これクラッチか、はい、今何とかだか分かんない。ある程度もう気持ち入れてガンってこうやって寝かさないと。ああ、そうですね。これ後ろが広いですよね。そうですね。二輪、普通の二輪だったらやっぱり丸なんで、最初から倒れ込みっていうのはあるんですけど、ある程度あらって寝かさないといかないし、でも寝かしたら寝かしたで、リアはすごくグリップするのに、フロントのちょっとグリップ感がもしかしたらエッジがしっかり立ってればいいんだけど、エッジから逃げるとリアはどこでも食いついてるけど、フロントが逃げるところが多くて、ちょっとアンダーなマシンには思う。でももうちょっとフロントに体重乗っけて、あ、でもこの大きさで体重移動はねえな。いやでもね、俺はでもあのスポーツすごいできますね。つかみは OK。 OK でしょ。ただこの、はい、まだまだね、知り合って間もない女の子と同じなんで。この辺りは、エッジはですね、金属のちゃんとこんなにエッジがありましたね。あ、そろそろ立てますね。3本のエッジで、こんなに鋭いエッジがあったんで立てられます。寝かすと当然キャブレターからガス がですね噴出、寝かしたらすぐに起こしましょう。地味な回転地味な回転いいですね。さすが。なんか最初にモトクロスターでモトクロスコース入ったみたいに、最初ちょっと腕に力入っちゃって、余計な力で乗っちゃうんですよね。もうちょっと本当は力入れずにオートバイちゃんと寝かしながら乗ればもっと自由に走れるんですけど、本当にあの初日最初のモトクロスコースのちょっと午前中の一発目みたいな腕上がり感が出ちゃって、多分慣れてくると本当にリアステアするまでがまだ難しいな。相当寝かさないと多分ダメなんですけどね。でもフロントがどうなるかなっていうのがちょっと今こんな疲れてる心配で。疲れますよね。疲れます。あのやーってやろうとすると、はい、ちなみに僕も結構腕普通にパンパンになっちゃってます。そうですよね。はい、安嶋さんの最初の出発。さあ全然曲がりきれない。さあ曲がいきなりそっちかい。いきなりそっちかい。あらぬ方向に行ったぞ今。さあオートバイを曲げるという感じがですね、結構しっかりとオートバイを寝かしてあげないと曲がらないのがですね、やっぱ最初の印象だけちょっとオートバイとはだいぶ違うな。キャタピラが平らな分、それを曲げるのがちょっと大変だ。ほらほら曲がんない、あそこで。お、でもさすが島さん、いきなりジャンプに向かってる。まさかまさか、ます、ね、お、まっすぐ来た。ちゃんとあそこにまっすぐに行くの大変だったのに来たよ。さあ、ドロンと上がった。
なかなかまっすぐ行かない。おでも意外とちゃんともうコントロールしてる。あの支柱が意外と怖くてそうなんかあそこ見てるとあそこに行っちゃいそうです。支柱に曲がりません。オートバイが曲がりません。お難しい。おでもしっかりとオートバイを寝かして曲がろうとしてる。第一印象は想像以上に疲れますね、これ。疲れるよね。やばい。疲れるよね。舐めてました。そして意外と。やっぱし、曲がんない。視線移動と、あと、こうなんか。ね、体を自由に曲げないといけないし、やっぱりカメラマンにはね、かっこよく、バンクして曲がってるところ。撮影は丸山さんに、お願いしようかな。もう、あそこでまだ全然いいの撮れてねえぞっていう感じで全然撮れてねえぞおいみたいな感じで、まだあそこでちょっと待ってるんですけどね。ちょっとそうっすね。なる、怖い。あのね、ちょっと怖い。まだね、まだいろいろ何かしでかしそうな。あそこから来るか。意外とスピードを乗せようという作戦か、もしかしたら。結構怖いぞ。飛ぶか。あ、マジか。マジか。痛いよ。大丈夫。やばい。挟まってる。あ、結構笑い事じゃ済まされない感じが。大丈夫。今のやっぱりあった。今のやばい、刺さったよ。でも写真撮ってるみたいな。俺動画撮ってるし、俺動画撮ってるし。写真撮ってるよ。いや、回しとくと面白いよって言うから回しといたら、案の定飛ぶのが好き。そっか、そういえばそうだね。え、あれ頭挟まった？うん、多分。あ、すいません。いや、あれ分かんないでしょ、あんなに坂、あそこが坂になってるって。ああ、そっか。なだらかな坂って思っちゃうと。あ、進入が結構斜めだったってことか。なだらかな坂かなと思ったら崖だったっていう。そういうことね。もう何やっても怖くないぞ。今のはあれでしたね。向こうが崖でしたね。崖でしたね。あれなだらかに多分入ってきて、あっちなだらかに降りると思ったんですよね、多分ね。そしたら、もの見事に崖だったっていう。刺さったよ、バイクが。チェックしなさいっていう話なんですよ。いやびっくりした、びっくりした。すいません、とんでもない、ベコラ。ご紹介するのはこちら、車体は KTM の2ストローク300ですが、後ろにキャタピラをつけた、このキャタピラメーカーがティンバースレッド、というですね、メーカー名になるんでしょうけど、このキャタピラをですね、普通に KTM にですね、
リアのこのスイングアームあたりから全部交換して取り付ける。そしてフロントはスキーの板をフロントフォークに取り付ける。車体は普通に KTM を買ってもらえればいい。だけどこのオプションパーツというかキャタピラとスノーの板で約70万円ぐらい追加にして、加工工賃はですね、まあ専門のところからちょっとやらないと最初無理だと思うんですけど、まあ基本的にオートバイの整備ができればもしかしたら取り付けられるかもしれないという、こういう車両をですね今回は白馬に来て乗させていただきました。ご協力はフーラシさんというですね、エクストリームチーム、あのバイクのエクストリームチームではないんですけどね、いろんなですね激しい厳しい遊びをやっているところがこのマシンを手に入れて、一回乗ってみないかということで、今回はですね、カーセンサーエッジの、試乗機の中でマルチャンネルでも乗させていただきました。さあ乗り味、最初はですね苦労しました。どうやって曲げんだろうなと思うんですよね。後ろのキャタピラがですね、まあ意外とまあ幅広い、ね、スノーモービルよりはもちろん狭いんですよ。だけど幅広いためにオートバイを寝かすっていう操作がちょっとすごくしにくいんですよね。でフロントの板もスノーモービルの2つとスキーの板に対しては1枚の広い板なんで、寝かすまでがちょっと大変なんで、走り始め普通にクラッチ操作で、一速に入れてスタートします。フロントブレーキにここにあるのがですね、実はフロントブレーキないですから、ここのブレーキは実はリアブレーキのキャタピラを止めるディスクブレーキがなっていると。で普通にスタートしてさあ曲がろうっつってもですね全く曲がんないんですよ。スキーの板をこうやってやったって曲がんないんで、これどうするかって言ったらもう気合と根性を入れてえいって角をエッジをえいって立てるまで、要はバコンって伸びるまでやると、やっと普通のオートバイっぽく、いや普通のオートバイとはだいぶ違うな、やっとガンってこう曲がるんですよね。だから曲がるまでに極端にちょっとマシンを倒してあげなければいけないっていうので、まあ、乗り始めてやっとこう少しはね、乗り始めて少しはこう右へ左へってなんとかなるなと。さあでもね、モトクロッサーとやっぱり同じように走るにはやっぱりリアをねスライドさせないと曲がんないだろうなと思うから、リアをスライドをね一生懸命させようとして寝かすんだけど、とにかくキャタピラのグリップ力が激しすぎてどう考えたってリアが食っちゃう。それに対してフロントはスキーの板1枚ですからね、思いっきりエッジ立てればいいんですけど、フロントが逃げるとやっぱりですね結構厳しいなと。さあどうすんのかっつったら、より寝かす、ひたすら寝かす、とにかくリアがスライドするまで寝かせばなんとかリアスライドがして、最後はですねちゃんとリアスライドしながらカウンター当てて立て直すぐらい、行くというですね、おやってみればやっぱりオフロードモトクロッサーと同じだなというのがですね、まあ、印象でした。結局はですねモトクロス乗ってる人にとってはこれは絶対にまあ面白い乗り物ですし、オフロードと違っていいところ汚れない。俺よく考えたらモトクロスってずいぶん汚れんだなと思いましたよね。平気で泥んこになって最後にね全部洗車して体洗ってもう服を洗うのが大変なんですが、基本的にはちょっと濡れるぐらいということで、転んでもまあ、基本的にスライドして転ぶぐらいだったら、まあ、何もほとんど壊れないですよね。まあ、そんなですね遊びなんですが、まあ、難しいのはインフラの問題ですよね。乗っていいところっていうのがね、まだこれ台数自体が少ないから、どこで乗るのっつったら仲間集めてみんなでここでやろうかって言っていろいろとですね協議してどっかで乗せてもらう。いきなりその辺ビューって乗るわけにはいかないんでね、まあ、そういうインフラの問題が整ってないだけで、乗りとしては僕はモトクロスと同じかもしくはそれ以上に遊びとしてはねすごくいいなと思います。また KTM の特性もいいですしね、KTM2 ストローク300ですけど、さすがにキャタピラに、パワーを食われるので、300でももうちょっとあってももしかしたらいいかなと。4ストロークだと45、モトクロッサーの4号ぐらい、2ストロークの300でそんなにモトクロッサーのね2ストロークの300ほどレスポンスは来ないんですよね。やっぱりキャタピラ回しますから重いですから、300のパワーでやっと坂を登っていくぐらいで、スキー場のずっと上の方まで登っていくとやべやべパワーなくなってきたぞっていう風に思うぐらいですよね。そういうですね、ちょっとね新しい乗り物としてね、フロントフォークとかねこの状態でフロントフォーク、ほらこれ相当モトクロッサーでも相当硬いですよ。でリアサスに関しては今回はリアサスはね入ってないんですよね。リジットでスイングアームというかねキャタピラがついてるのと押しても沈まない、ここにリジットの棒がついてるんですが、本当はこれをですねサスペンションに変えてキャタピラが上下するようにもなる。そうすると多分もっと高いジャンプを飛んでもですねリアのスプリングを、ハードスプリングにすればもうちょっと高いジャンプを飛んでもショックを受けられるんじゃないかなと思います。もちろんキャタピラ自体もサスペンションは入ってるんですけどね、そういったですね
形で、ちょっとですね、白馬で、珍しいんですけどね、こうやってね、白馬でね、走らせてもらうのはね、今回は特別に走らせていただきました。さあ、そんなところで、フーラッシュのお二人にちょっと登場していただきましょう。どうぞどうぞ。フーラッシュさんはですね、YouTube で探してください。何をしてるチームですか、フーラッシュさんは。そうですね、もう一応エクストリームパフォーマーという形で、はい、スキーをメインに活動させていただいてるんです、ね、スキーメインなんです。エクストリームといってもスキーメイン、はい、スキー、もうそれこそあちらに見えるような、はい、そういった山を中心に、遊びですね、遊びのスキー。スキーっていうとすごくね、競技性の高いスポーツなので、パッとこう、アルペンネとか、モーグルネット、そういった競技を思い浮かべる方多いと思うんですが、いや普通です、はい、激しくてもアルペン、そうそうそう、モーグル激しいですよね。俺、あの山見る限り、はい、あそこから下ってくるって落下ですよね。そうなんです。本当にね、僕たちがやってるのは実際落下なんです。落下はい、映像見ていただけると、お分かりいただけるかもしれませんが、ものすごく人体には良くない動きをするんですね。で、そういったものを要は遊びという形でコンテンツにして発信するというのをメインで活動しています。一応理由はですね、スキーっていうのがどん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 こう専門化していくにつれて、はい、あまり面白みがなくなってくる、うんうん、難しさは増えて、はい、攻略する面白さっていうのは確かにあるんですけど、うん、もっとファンな部分っていうのが本来あってしかるべきじゃないかなというので、ちょっともうちょっと原点に戻していきたいなっていう活動を今させていただいてます。なるほどね、はい、原点にしてはかなり突出した遊びというかね。でもそのスキーの中でもっと派手でみんなに見てもらうものを引きつけておいて、はい、興味を持ってもらうには最高ですよね。もうとにかく難しいことやっても一般の方っていうのは面白いなと感じないので、はい、もっと身近に感じて笑えるような、はい、見ていて笑えるようなスタンスでスキーを発信していけたら、もっと身近に感じていただけて、なんかこうもっとスキー場も近く思えるんじゃないかなと。もっとスキーに来てくれなんですね、まあ、メインとしてはその原点はそこなんです。普通にスキーに来て、はい、これこういうの乗りたいなと思ったらどうするんですか。はいはい、これですね、今のところあんまりおすすめしてない。持ってる人が、ね、少ないって単純に個人輸入で、うん、輸入してもらったんですよね、うん、で代理店がまだ北海道にしかないっていう感じなんで、うん、そうなんですか、はい、じゃあ別に販売とかをしてるわけじゃないですか。そうなんですよね。今回は、はい、自分で持ってるやつを、はい、ちょっと乗ってみみたいな。そうですね、そんな感じ。スノーモービル紹介しないとね、そうですね、スノーモービル欲しかったんですけど、スノーモービル欲しかったんだけど、なんか言われるがままにこれを買ってしまったのに、スノーモービルと同じかと思ったら、バイクはほとんど乗ったことかな。バイクは、ね、そんな乗ったことないんですよね。勢い余って買ってしまったんですけど、でも、はい、スノーモービルも乗るは乗るんですね。スノーモービル、いや、ちょっと友人の、知人乗せてもらうぐらいなんですけど。でもどうですか、どっちが、僕はもう断然こっちの方が楽だなって思いましたね。自由度が高いんでね、はい、やっぱり。そうなんですよ。僕もよくスノーモービルはね、乗せてもらってやっぱりテストをすることもあるんですけど、やっぱり曲がらないというか、車体が傾かないから、ね、曲がれば曲がるほど G がね、厳しくて、はい、まあ、こうやって体入れてなんとか抵抗してるけど、はい、これはやっぱり寝かせば寝かせるだけ、ね、ちゃんとエッジが効いて乗れるんで、うん、これはもうバランスの乗り物というかね、うん、バイクライクな、あ、もう最高ですね、動きができるっていう、それでいてね、そんなに、まあそんなあんまりやったら多分怪我するかもしれない、落下とかね怪我するかもしれないですよ。スライドして、はい、マシンコントロールを覚えるには、はい、ほとんどね、その怪我もなくというかね、すごいあれだけ寝かしてスライドコントロールするっていう遊び方はバイク乗りとしてはね、はい、もう夢中になれますね。ただやれるところが少ない条件的に ね、山が近くないと、まあ確かに厳しいなというところあるんですけど、実際実は冬の間でも、探すとすぐ里山で乗れるところって意外とあって、まあ夏場田んぼにしているところが冬場も本当に雪が積もってしまう真っ平らになっているところだとか、はい、僕たちは探して乗りに行って、ね、そうなんですね、まあ、あと冬場除雪しない林道とかだと、うん、かなり奥まで行けちゃうんですよね。もう今度はそういうのやりたい、はい、林道ツーリングで ね、ぜひ今度はなんかそういうの企画させてください、はい、そしたらうちの番組もちょっと来てね、ぜひ、今度はアドベンチャーですよね。そうですね、アドベンチャーツーリング、はい、やってみたいですね。やっぱそういう、はい、まあ、遊びというか冒険ですかね、はい、それはね、冒険です。そうしながら雪を楽しんだり自然を楽しんだり、ただまあルールがまだ少ない中、やっぱり誰かがルールを開拓して、うん、ルールとマナーをね、どっかできちっとしていかないとまた事故が起きちゃったりするんで、そうですね、そういうところ
まあ、ぜひね、はい、あの開拓しながら皆さんに遊びを伝えていただければいいなと思います。はい、古橋さんの、お名前が吉田龍也と言います。吉田龍也さん、はい、YouTube でね、はい、あの転落とかバンジージャンプとかね、わけのわかんないこと言ってますけど、吉田龍也さん、はい、はい、輪ゴムでバンジージャンプです。そうです、輪ゴムでバンジージャンプ調べると、ね、YouTube で探してみて、はい、見てください。輪ゴムでバンジージャンプ、あのね、かなりアホです。Google で輪ゴムバンジーって言うとすぐパッと本当です、はい、よろしくお願いします。はい、そして、はい、山城義也です。はい、あの通称ガチャピンって呼ばれてるんです。ガチャピンって呼ばれてる。そうですね、はい、普段何やってる。普段はもう今年はもう白馬で滑りまくってるっていう感じですね。はい、はい、唯一家のガイドをやってるかなぐらい、ね、そうですね、じゃあ、はい、はい、まあ遊んでる傍らガイドで山を案内したりだとか、はい、そうですね、遊びでこう見つけたいいコースをこうお客さんに紹介して一緒に滑るっていう、なんとも楽しいお仕事もしていただきます。都会のバイク乗りはね、バイクより俺バイク乗りで遊びだ遊びだって、遊びがね人生だなって言ってるけど、こっちはもう本当にそのままが遊びみたいな感じ。いやいや、本当にいやいや、そのまんまですね。はい、はい、という、フラッシュのお二人でした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。